現場などに関わっておられます4人の皆さんにお話をしていただきたいと思います。発言してくださいますのは、まず全国有機農業推進協議会下山事務局長、いらっしゃいますでしょうか。今今日先生から話があったんですけども、生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直しがあったらしいんですよね。それからの生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通加工の業界構造の確立ということで、今農業競争関係の法律がですね8本出てるんですよ。8本、最初が農業競争力強化支援法、それから今話があった主要農作物出資法の廃止、から農業機械化促進法の廃止、から収入保険というのが出てきます。それから5つ目が農業土地改良法の改正、から農村工業法導入法というのが出てきます。あるいはジャス法の改正ということでですね、実は去年の1月に自民党の農林部会長で小泉さんが、骨太方針のプロジェクトっていうのが始まったんですよ。でその第1回に私呼ばれて、その時話した話が、例えば生産資材の問題については、日本は農薬村っていうのがあってですね、農薬村、いわゆる各都道府県とかですね、農協が施肥防除基準で各品目ごとに農薬、どういう農薬を使ったらいいかとかですね、そういうマニュアルを配って推進してるわけですよ。だからそのいかに農薬を減らす農業を展開すれば資材費は下がるんですよという話をしました。で農薬は世界的に見れば、先ほどの話もモンサントはバイエルに買収され、シンデンダは中国の会社に買収され、ダウケミカルというところも合併なんですよ。で日本の農薬会社はそれを買ってですね、でやってるわけですね。で農薬工業会というのは業界団体があるわけですよ。もちろん全農も組合管区で入っています。で農水省の幹部がその農薬工業会の専務に天下ってるんですよ。でこれを日本の農薬村って言うんですよ。で農薬は世界で6兆7000、9000億の1マーケットなんですね。日本は世界第3位です。3700億。でここの問題に手をつけなければダメなんじゃないですかということを言ったんですけども、言ってですね、9月の24日にもまた骨太の呼ばれて、その時は農協問題もいろいろ手数料問題もやりましたけど、今回の9月までの段階ではその今日の話は一切出てなかったんですよ。主要農作物出資法の話は急に去年の12月から今年の1月頃になって急遽この収支法の廃止の話が出てきたんですよね。だから私の勘繰りによれ勘繰ると、どうもアメリカに言われたんじゃないかなというふうに思って、急に出てきたんですから。骨太の今までの自民党の会議の中では一切そのことは議論になってないんですからっていうことですね。おかしいです、急に出てきたんで。多分アメリカから言われてですね、日本のその遺伝子組み換えと農薬がくっついてますから、そこら辺が出てきたんじゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。私どもの団体、民間で有機農作の研究開発をしてきた団体でございまして、その一環としてですね、有機の種子の、採取補助を、栃木県の方から受けまして、まあ、全国では私どもだけが有機の種子の採取補助を担っているという状況でございます。有機農業推進法が制定されてですね、3県から有機農業の種子の採取をしたいという申し出がありましたけれども、なかなかこの主要農作物種子法の非常に厳密な採取の規定の中で、挫折をしてしまうと。
で私どもだけがかろうじて認められるっていうそんな経過で参りました。で今回この出資法が、改定ではなくて全廃っていうね、あっと驚くような私どもの受け止め方でございますけれども、まさに政策放棄そのものではないかというふうに感じました。で先ほど下山さんからアメリカに言われたんではないかという話がありましたけども、どうもやっぱりその辺が真実ではないかっていうような気がしてなりません。で私どもこの農作物出資法の、中でですね、来る前に県の現地法の担当者の方のお話も聞いてまいりました。この出資法がなくなるとですね、まあ、財政的な裏付けがないということになってくると。でそうなってくるとですね、県によってこれをやらないっていう県も出てくるのは間違いないだろうということですね。そして、継続する県にあってもですね、この財政負担の根拠法がなくなるということになると、相当の圧力がいろんなところから出てくるだろうと。で特にISDS 条項なんかがまともにこう浪人されるとですね、不当に安いものの公共財によって、税金によって賄っているではないかということで、この、提訴の対象になるんじゃないかという心配ですね。でそうなってきますと、財政負担がないっていう、財政投入がないということになって、どのくらいになりますかというのを聞きましたら、5倍から10倍だそうです。そのくらいの価格になるだろうと。で私ども今コシヒカリの原種をいただいて採取しているわけですけども、キロ当たりですね700円なんですね。まあ、これが5倍10倍というふうになりますと、相当まあ負担が増えるということになるだろうと思います。で有機の種子の場合は、農薬を一切使わないで種子生産をするというふうなことになりますから、相当やっぱり技術力が要請されるんですね。除草剤も一切使わない、それから殺菌殺虫剤はもちろん使わないということになりますので、相当技術力がないとこれができない、それで一箇所しかない。でにもかかわらずですね、主要農作物の出資法があるためにですね、栃木県内の有機農家にしか販売できないという法律の規制があるんです。でそのために、私どもは他の県の方々に販売するのですね、抜け道なんですけども、もみということで販売をしております。種子ではなくてもみというようなことですね。まあ苦肉の策といいますか、食べてもいいよというような表現になるわけですけども、そんな形になってるんですね。で、やはり農水省の言い方が非常に変わってきてですね、いわゆるその主要農作物種子法によって奨励品種にならないとですね、穀物検査というのがあるんですが、そこでも検査の対象になっていかないというふうなことで、非常に参入が難しいという言い方をされてますよね。でそれは一面、それはあるだろうと思いますけれども、そのことによってですね、この法律をなくしてしまうという結論には絶対ならないだろうというふうに思います。改正はあってもいいけども、廃止ではないはずだということで、その辺の問題をですね、ぜひきちっと整理をしながら、どういう改正が必要なのかということを、決めていく必要があるのではないかというふうに考えているところです。で、やはり検査法の、検査法じゃなくて種子法の民営化だけではなくてですね、穀物検査の民営化はもうすでに済んじゃっております。で、今はかなりその検査が県によって違うとかですね、団体によって異なるとか、そういう不満が出てきている状況がございます。それから生産調整の廃止とか、機能性食品の標準問題とか、さまざまな法律がこう絡んでですね、どうも食の安全がどこが保障するのということがもう全くわからないというような状況になってくるんではないかということを恐れています。で特に大豆ですね、これについては遺伝子組み換えがされて、それが普及していくという形になるとですね、私ども有機の大豆をやってるんですが、完全にその、中培風培で4キロぐらいは飛んじゃうわけですよね。交雑してしまいます。日本のようなこういう狭い中でですね、生産をしている国々では、1箇所2箇所でやられるとですね、全滅する恐れがあるんではないかと、
まあ、そんなふうに考えてます。それからもう一つ、私ども有機栽培をしていて、大豆なんかではですね、奨励品種ではないものに素晴らしい形質を持ったものがあるわけですね。例えば私どもの代表なさってる、小川町の金子さんなんかが栽培している大豆は小川在来という品種です。で、私どもがやってるのは塩屋在来という品種です。それと砂糖いらずという品種ですね。で、これで作ったお豆腐っていうのは天下に美味しいんです。で、この間全国のコンクールがございましたけども、塩屋在来で作った大豆が、最優秀賞に選ばれました。で、これはですね、いわゆる所有権誰も持ってないわけです。公的な伝統的な品種なんですね。で、これを誰が握るかっていう問題が、間近に迫ってるなっていう危機感を覚えますね。おそらく遺伝子を解析されて俺が発見したものだっていうふうな、そういう独占化が主流の中でアメリカでは保障されているということで、これを主張してくるんではないかと、まあ、そういうことを考えるとですね、早く遺伝子を解析してこれは日本の在来の品種なんだということを明言する必要があると、まあ、そんなふうにも考えています。それから大豆も小麦もですね、日本は自給率本当に低いわけですよ。 5%、10% の世界ですよね。で、ここの問題をですね、ちゃんとやらないで種子だけではとてもじゃないけども本質的な自給率の向上、あるいは日本の食の安全というのは守れないということではないかなというふうに思いますね。まあ、そういう意味で稲と麦と大豆、これをですね、輪作をするという方法、ぜひ皆さん考えていただきたいです。大豆は空気中の窒素を固定します。大豆が中に入ることによって麦は無肥料でできます。それから稲はその後作りますと雑草が生えません。畑が2年間続くんで、それでの雑草は消えてしまうんですね。で、その後畑になると畑の雑草も田んぼのために消えていく。だから雑草補助っていうのが必要なくなってくるんですよ。モンサントの遺伝子組み換えの大豆なんて必要ないですよ。そういう世界が日本ではできるんです。アメリカではできませんけども日本ではできる。その辺の技術ですね、これ有機農業の世界になりますけども、ぜひそういうものと一緒にですね、この問題を考えていただきたいというふうに考えております。時間が参りましたので以上で報告を終わらせていただきます。続きまして、JA と茨城の方から今日お越しいただきました、水戸の農協代表理事組合長の八木岡さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。ただいまご指名いただきました、JA水戸組合長を務めております八木岡といいます。よろしくお願いいたします。今日は久野先生、そして今稲葉先生のお話を聞かせてもらいましたけれども、現場からということなんで、皆さん先生方から、今稲葉先生からありましたけれども、現場のお話をちょっとだけしたいと思います。今日来ましたのは、私どもの JA水戸というのは種場農協といいまして、その原種をですね、生産をされる農家の皆様に、配るための種を作る、農協の一つなんですね。県内で20農協あるんですけれども、そのうちの6つの農協が種場としてですね、米麦大豆の種を生産しております。私どものところでは28人のその種の生産部会の皆さんがですね、お米が5品種そして、麦大豆が3品種ずつ生産をしております。そして、今全国で、あります水田をですね、全部に種をまきましょうというと7万トンの種が必要なんですね。で、大体10アールあたりお米の種ですと今 3.5 キロぐらいの種を必要とします。だんだん技術が進んでまいりまして、少ない種で、同じような生産を上げられるようになってはきたんですけども、それでも10アールあたり 3.5 キロぐらいの種を必要とします。で、この種の生産というのはですね、先ほど原種の話がありまして、キロ700件ということがありましたけれども、今農家に配っている、お米の種、例えばの話、コシカリなんかで言いますとキロ400円ちょっとだと思います。で、普通皆さんが食べられてますお米で言いますと200円ちょっとだと思うんですが、原価がですね、農家からの原価がですから、2倍弱ぐらいの お金なんです。そして生産の量はその
種として出すのにはですね、相当な、まあもちろん手入れもそうですし、草を取ること、それからイカブといってちょっと形形状が違うようなものを、排除していくっていうのを何度もやります。そして、種として、まあ選抜淘汰って言いますけども、その地域でなるべくその地域に合ったものっていうのをだんだんこう磨きをかけていくって言いますか、そうやって選ばれたものが種になっていくんですね。ですから同じコシカリであっても、例えば私どものところで作ってるコシカリ、まあ原種も含めてなんですけども、だんだんその地域の特性に合っていったものに、同じコシカリとは言いながら合っていく。それが各県で、競争をして、今新米の、まあ、共進会といいますか、いろんな形でダブル A トリプル A といろいろありますけれども、そういう話が出てきて競い合えるぐらい、まあ、品質だけではなくてですね、見た目だけではなくて味にまで由来することができているんじゃないかというふうに思っております。そして今のまあ、つくば ST であったり、先ほどいろんな品種が出てきましたけれども、 F1 というのは多分作りやすい、病気にかからないとか、虫がつきづらいとか、収量がたくさん取れるとか、ツヤがあって見た目がいいとか、いろんなことがあります。しかし、それと美味しいというのが全部がイコールにはなってないと思うんですね。農家がだんだん規模が大きくなって、法人化、そういうのが多くなった中では、できるだけたくさん取れる品種というのは最優先に選ばれる。次に作りやすい品種、まあ、例えば倒れないですとか、見た目がいいとかっていうのが次に来ると思うんですが、おそらくその最後の頃に味という話が来ると思うんですね。で、我々J ミトでは、第一福島信之さんというのの出身のところなんですけれども、ここのところ森友の話ですとか、今回のこの趣旨法の配信についてもいろんな質問をしていると思うんですけれども、そういう話も日頃させてもらってるんですけれども、そんな中で一番今心配しているのは、例えば学校給食であったり、福祉施設であったり病院だったりいうのが、給食だったりそういうのが美味しくないのの代名詞になってるんですね。そうではなくて、子どものうちから例えば安心安全は当然なんですけれども、その上に味覚教育じゃないですけど、おいしいものを食べさせる、そしてそのお米だったり野菜っていうのを、しっかり地元率っていうんですかね、地元の野菜を食べてもらって、それを、まあ、給食であったり、特に病院食なんていうのもおいしくないので有名だと思うんですけども、これもやむを得ず入院をしてしまった時に、せめておいしいご飯だったり、おかずだったりを食べてもらいたいっていうのがありまして、まあ、学校給食については私5年前に組合長になったんですけども、水戸の学校給食の地元率っていうのは当時30数パーセントだったんですけど、今市長なり皆さんの、まあ、ご理解もありまして 40% 超えになってまいりました。これはお米、米飯給食のほとんどを、まあ、我々のお米で賄うとか、そういうことで、達成をしたことなんですけども、こういうのを地元で増やしていく、そして高齢者の福祉施設であったり病院であったりっていうところに、そういうのをまた提供しておいしいものを食べてもらう。これは皮肉にもですね、数年前にお米がすごく暴落をしました。それまで、学校給食はですね、コシヒカリの一番おいしいものっていうのは価格差がありまして、相当農協で補填するとか行政で補填するとかしませんとですね、なかなか学校給食の向きには使えなかったんですけれども、そのお米が安くなったことで、同じ予算であったらば一番おいしい、まあ、我々が扱っている中で食味系で80点以上というような、一番おいしいお米を提供することが同じ予算でできるようになった。これはまあ皮肉なんですけれども、結果としてですね、子どもたちにその味覚教育っていうのを、まあ、食育も含めてなんですけれども、我々が納めれば、今までただ食材として収まったものがですね、教材として我々が一緒に行ってですね、そこでどういう作り方をしているとか、どういうところが大切なんだっていう話をしながら、食材だけではなくて教材として提供できるというようなことを今考えて進めているところであります。そこであともう一つちょっと今日残念だったのは、本来こういうお話の場でありましたら、農業関係者であったり農業関係者がですね、せめて半分とはいかなくても3分の1ぐらいいて、同じこういう課題をですね共有したかったなというふうに思っておるんですけれども、
これから、まあ、我々いろんな形で今農業改革農業改革と言われてるんですけども、これを食料改革にしてしまったんでは改悪にしてしまったんではいけないと思ってますんで、ぜひ我々から生産者また生産者団体からだけではなくてですね、食べていただく皆さんの方からこういうものを食べたいんだと、我々そういうのを望んでるんだ、こういう食料がこれからも安定して、供給されたいんだということを、いただければっていうか大きく挙げていただければ、我々はその皆さんの負託に本当に応えてまいりたいと思いますし、それが使命だというふうに思っておりますので、まあ、こういう機会がありましたらまた参加をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。一人の消費者としてこれからも声を上げていきたいと思います。そういたしましたら最後のスピーカーですになりますが、今日わざわざ京都からお越しいただきました京都府エコファーマー京都大学農学研究科 AM ネット代表理事の松平直也さんです。よろしくお願いいたします。私は松平と申しまして、京都市右京区の方でですね、農業をして13年目の、一農家です。農業代表農地の組合員ではあるんですけれども、肩書きは、あまり、高くはありません。ただですね、今日は一農家の視点からですね、この主要穀物種子法でですね、行われてきた水稲採取の現場でですね、一体どういったことが行われてきていてですね、この廃止法でですね、一体どういったですね、ものを失我々を失おうとしているのかということをですね、水稲採取を例にの細かい話をしながら、現場の話をしながらですね、お話ししたいと思います。で現在ですね、京都府、認定のエコファーマーとあと認定農業者6次産業化に携帯をいただいている高谷市豚ファームという屋号でですね、農業をしております。であとですね、農家目線の、観点から農業研究を考えたいということで、京都大学農学科研究科にも所属しております。で今日はですね、水稲採取についてですね、少し、お話したいんですけれども、今回ですね、お話しするにあたりですね、少し調べていたところ、近代の種子交換会、というのはですね、一つ京都の発祥の地となっているという記述を、発見しました。種子交換会、近代のですね、種子交換会が始まったのが明治8年1875年頃からということだったんですけども、そのですね、最初の方でですね、京都の、今の市内でですね、国際品評会というのが行われていたということです。で、京都府のですね、水稲のですね、採取事業というのはですね、その後1912年、大正元年に始まったということです。で、初めてですね、水稲補助が設けられてですね、その後1950年、から、府から委託を受けてですね、農協で採取指導を行ってきているということです。で、1960年にはですね、京都府採取組合連合会というものが設立されてですね、現在、1972年にですね、京都前振興協会というのがですね、合併されて今日に至っているとされてということです。で今日はですね、水稲お米のですね、種取りですね、これのですね、実は私が住むですね、京都市右京区京北地域で、大阪市と同じ面積ぐらいの地域なんですけれども、ここがですね、京都府内の有数の採取地域ということで、その現状について少し私の時間は10分なんですけれどなので少し早口なんですけれども、お話ししたいと思います。で私が住むですね、京北っていうのはですね、2005年に平成の市町村合併で、合併され、統合合併、九州合併ですね、されたところでありまして、京都駅からだいたい車で1時間から1時間半のところの、地域であります。でここがの京北地域がですね、合併前にですね、1960年種子生産団地として指定されまして、府内の種子場としてですね、地位を確立してです、してきたということです。でこの京都市右京区京北地域がですね、最初に適している理由としましてはですね、1日の寒暖の差が大きい、もみの倒熟しやすい環境にある、で作物の生育に適している、あとですね、水の源といわれる分水嶺が近くにあるという
ありですね、まあ、水や空気が木で、でまあ、昔から農業に熱心な特農家がたくさんいたということがですね、まあ、祭祀の、を継続してきた要因ではないかと言われております。で、まあ、JA 京都京北支店ではですね、まあ、水稲採取部会というのがですね、ありまして、まあ、現在40名、でこの部会をやっております。ただですね、これはあの板葉先生のですね資料にもあったんですけれども、この水稲採取農家、まあ、非常に経営というのがですね、まあ、非常に難しい状況というのが全国的にありまして、まああのまあ、高齢化が、まあ、うちの地域でも進んでいるということです。さらにですね、やはりこれ一つ大きな問題だと思うんですけれども、この主要農産物種子法でですね担保されてきたですね、この大豆、あ、米、大豆、麦類のですね、あのその意味というのがですね、やはりその市民社会で知られていないのじゃないかということがですね、まあ、今回簡単にこの国会にですね通してしまったあの背景にあるのかなということも感じております。右の下の写真はその水稲採取部会の写真です。で、そしたら水稲採取ってどうやって行われているのというのをですね少しお話ししたいと思います。でもこの採取補助、実は私は水稲採取農家ではないんですけれども、まあ、以前からずっと誘われておりまして、まあ、その採取のですね話は以前からいろんな形で聞きました。でこの採取補助についてはですね、まあ、異品種混入防止の観点、混種っていうんですけれども種が混ざるですね、まあ、これを徹底的にですね、混入させないようにですね、地区ごとに栽培する品種が決定しているということです。で、補助ごとにですね、同じ品種を作るなど最新の注意を図っているとされます。で、まあ、京北地域ではですね、コシヒカリで奥手品種の祭りバレ、ヒノヒカリ、を採取しております。全体でだいたい30から40ヘクタール、で地区ごとに採取地を分離している、まあ、品種を分けてですね地区ごとに種取りを行っているという状況です。で、契約数量125トンという、状況であります。で、まあ、このですね種取り農家、私も本当に、ま、前から誘われておるんですけれども、まあ、やはりその病害虫防除非売管理というのをですね、まあ、徹底的に、鉄筋ですね実施を図るためにですね、まあ、非常に管理が難しいと言われています。で、まあ、この京北地域ではですね採取新聞、種取り新聞っていうのをですね発行してですね、まあ、採取農家に情報の提供に努めているでですね、まあ、各種の確認や審査を行っているということです。で、まあ工程ごとに言いますと、やはり育苗管理、まあ、お米っていうのは内反作と言いましてですね、やはり苗作りというのが非常に重要視、されています。種子消毒、種子伝染性の病害虫の発生防止というのがですね苗の作りの中でもですね非常に大きな、チェックしなきゃいけない、状況であることであります。で、田植え後のですね大体6月上旬にですね、植え付け確認というのをその後するということです。で、植え付け後にですね生育状況を確認すると、言われます。で、またですね、まあ、こういった採取補助についてはですね、まあ、この右の下の写真がそうなんですけれども、まあ、生産農家、JA 普及センターがですね連携して、審査体制を、行っております。で、その、ですね田植え後もですね、まあ、まず1次2次審査があるということです。で、出水期を迎える8月上旬から下旬ですね第一次審査というものが行われるということでありまして、まあ、品種の特性や出水状況、穂揃い状況等を厳格に確認するとされます。で、8月下旬からですね9月中旬にかけて、第二次審査が行われまして、まあ、最終的にですねこの審査、二次審査を通ってですね出資として適切に管理されている補助のみが合格するとされています。で、採取補助種子としてですね収穫許可が行われるということです。で、まあ、京都府ですねの出資審査員にですね、まあ、全指定補助を確認して、おりまして、 JA の指導員やですね採取部会役員の補助の中で、全員で、巡回してこの審査を行っているとされます。
で、まあ、こうしたですね、審査体制がですね、まあ、こう民間によってですやるとですね、多分コストがかかりすぎるということでですね、おそらく簡素化されるのではないかと、言われております。で、刈り取りですね。で、刈り取りはですね、9月上旬から10月上旬にかけてですね、まあ、品種ごとに、行われております。で、まあ、刈り取りもですね、刈り取りの中でですね、やはり種の混ざる可能性が非常に高いのでですね、水稲採取部会でコンバインを、用意してですね、まあ、絶対ここで最後の最後でですね、混ざらないように、管理をしております。で、その結果を受けてですね、今度はもみの粒の揃い、刈り取りの後にですね、もみの粒の揃い具合を確かめる種子検査というのが行われるということです。で、合格した種子のみが流通を許されて、まあ、3月まで厳重に保管されるという、こういった一連の流れになっています。で、本当にですね、この、まあ、農家の方が苦労される、あるいはですね、審査、検査の中でですね、まあ、の審査体制の中でですね、まあ、徹底的にですね、防止を目指されるのがですね、さっきから言っているその根種ですね、種の混ざり、この種の混ざりがあるとですね、まあ、原種原原種のですね、維持ができない、ということでですね、まあ、ここは非常に大きな、課題としてですね、ずっと苦労されております。で、左下はですね、まあ、この種取りのですね、なんてカメムシですね、カメムシがですね、お米をちょっとに悪さをしまして、黒い斑点米というのになってしまいますので、まあ、これも非常に、徹底的に防除している点でもあるということです。で、チェックシートというので整備してですね、まあ、審査管理をしているということです。で、採取補助にはですね、こういった京都のうちの管内ではですね、品種名、植え付け日、生産者名などを記した札というものがあってですね、まあ、徹底的に管理しています。で、そういった苦労してですね、作ったお米がですね、にですね、やはり、農家、私はこの農協とですね、私は種もみを農協とですね、農研機構という、まあ、農研機構から買い受けているところがですね、売っている、ミルキースターという富山の、国内最大のですね、種もみ産地のものを買いていてですね、現在の体制ではですね、それにですね、生産物審査証明書というものが書いてありまして、種子保証書、その中にですね、生産者が誰であって、種類、品種名、審査月日というものが書いておりまして、その生産地の住所まで書かれています。要はですね、根種が起こった、種が混ざった場合にですね、一体誰がですね、誰のところで混ざったかっていうのがですね、トレーサビリティができるようなシステムになっているんですね。で、これは分配できるように、この種子の保証書がですね、20キロに対して、5つついててですね、まあ、1袋4キロぐらいで分けて売れるようにですね、これが種子の管理証がついているというのが現場レベルでは今の体制では行われています。で、こういったですね、体制がですね、本当に久野先生のお話にあったようにですね、今後ですね、維持できるのかっていうのがですね、これ農家としても非常に不安であります。で、さらにですね、先ほどから言っていましたですね、うちの水稲部会はですね、昭和、うちの地域の水稲部会はですね、1960年代から、こういった水稲採取を行ってきておりまして、まあ、57年の歴史がある。で、57年の歴史の中にはですね、まあ、普及センターとか農協、あるいはですね、農家間のですね、まあ、信頼の中でですね、技術力が高められてきたという歴史があるわけなんです。で、こういった歴史をですね、一体ですね、こうやって長年かけて培われてきたネットワーク、技術力っていうのがですね、今後本当に維持できるのかというのがですね、非常に大きな心配な点としてあります。で、さらにうちのですね、農協の水稲農家の安全信頼品質にこだわってですね、まあ、地域と農家とともにですね、こういった水稲採取を行ってきた歴史、まあ、これは全国に共通していると思うんですけれども、まあ、こういった歴史をですね、今後がどうなっていくのかということがですね、非常に一農家として、心配する点であります。で、そもそもですね、種子法というのはですね、戦後ですね、種子、
のですね、種取りというのがですね、機能停止に陥ってですね、種子の品質が低下する中でですね、できた法律と聞いております。そういった歴史的なですね、背景を持つですね、この種子法を本当に議論なく、廃止しようとしているわけでありまして、さらにですね、こういった蓄積の中に民間企業が入ってくる可能性がある。で、これ、こういった細かなですね、長年かけてきた信頼の中で培われてきた体制の中にですね、民間企業がポッと入ってくるっていうことに対してですね、非常に一農家としてですね、大きな懸念を持っております。実際ですね、農水省はですね、国や都道府県の施設を民間に提供すると、先ほどの久野先生の話では不死素材もですね、提供する可能性があるということでありまして、さらにですね、この法案が廃止されることで、今までこのですね、久野先生のこれも久野先生の話になったんですけれども、一般財源からですね、この種子法のですね、財源はですね、担保されてきたわけであります。で、それがですね、やはりその後ろ盾、法律の後ろ盾がなくなった時にですね、やはりこういった技術、地域で培われてきた歴史やですね、農業のですね、歴史、技術というものがですね、今後ですね、我々はですね、どうですね考えていかなければいけないのかっていうのをですね、この主要農作物種子法廃止だけの問題なんですけれども、廃止によってやはりですね、何が失われようとしているのかということがですね、私たちはですね、この農家だけじゃなくてですね、関係者あるいは市民社会とともにですね、考えていかなければならない、非常に大きな課題だと感じております。はい、私の話をしました。はい、ありがとうございます。はい、そういたしましたら、ここでまた国会議員の皆さんに一言ずつご挨拶いただければと思います。今日お越しいただいているのが、衆議院篠原崇氏、あと、衆議院同じく衆議院初志賀博議員、あと、参議院の福島みずほ議員にお越しいただいています。あと、衆議院の福島信之議員の秘書の方もお越しだということで、ありがとうございます。そういたしましたら、一言ずつぜひお話しいただければと思います。民進党衆議院の篠原崇氏でございます。近畿月来でしてちょっと遅れて、失礼いたしました。この主要農作物種子法と農業機械化促進法廃止法案、皆さんお気づきになっていると思いますけれども、廃止法だけで法律を出すというのはあまりないんです。どうしてかというと、その法律の役割は終わったけれども、いろんな違う役割が必要とされるんで、次の政策を法律にした時にその不足でもって廃止するのが普通なんです。何もしないで法律だけ廃止するっていうのはボケた人たちしかやらないことじゃないかと思っております。ボケてるというと、私は農林産省に30年いましたんで、後輩でもボケたなんていうと怒られてしまうかもしれませんけど、昔は上司をそういうこと言ってたんですが、最近はかつての部下をそう言わなくちゃないの辛いものがありますけども、皆さんこれもお気づきだと思います。今の政策は産業競争力会議、政改革推進会議、そっちの方からあれやれこれやれと言われてやっているのが多いんです。ですからこの法律も問題で、この法律を廃止することは大問題ということに一気にはならないと言ってますし、確かにそういう面はあるかと思いますけど、姿勢の問題だと思います。これはもう他の先生方も言われたかもしれませんけれども、世界中でビジネス展開している多国籍企業があります。一番儲けの元になるのは何かと、本当に儲けの種は何かと、儲けの種は種だと気がついたんです。もう石油とかそんなのは枯渇するし、原発も危ういと、そんなに物はいらなくなると、いら機械とかそんなものなんですね。そうすると最後に人間が生きていく上で必要なものは食べ物だと、それからエネルギーとかそんなのもみんな再生可能エネルギーじゃないんですけど、生物由来のものになっていくと。
だから種を支配するのが、とも書いてあります、久野先生のところにも書いてあると思いますけど、種を支配するのは世界を支配するということで、一番種に興味を持っているのは石油会社なんですね。化学薬品化学会社が種に興味を持っております。でそういった時に日本の国が種から手を引いていると、もう時代に逆行していると思います。世界中で当然ですけど、農家が種なんてそう簡単に生産できないし、農業界だって同じです。ですから農業関係の試験研究というのは国なり県なりがずっとしてきているんです。自動車はトヨタに任せておけばいいです。電気はパナソニックに任せておけばいいんです。しかし種とかそういうのはいきませんから、国がやってるんです。それを放棄するというのは私は本当に愚の骨頂だと思っております。だから新しいことを考えていかなくちゃならないんだと思いますけれども、まあ多税に無税で我々がいくら反対しても世の中そういう方向に行っておりますけれども、せいぜいきちんと問題点を指摘して、少しでも間違った方向に行ってるんですが、行き具合が足りなくのようにやっていきたいと思っております。以上です。皆さんこんにちは、民進党の衆議院議員の初鹿明宏です。なんか篠原先生がちょっと泣きやりな感じだったなというか、力がなかったなと思っているんですが、まあ本当に多勢に無勢で、今の国会の状況を皆さんもご存知の通り、安倍政権の下で数の力で何でも通されてしまっております。今森友学園の問題でこれだけ我々批判を繰り返し、国民の皆さんもあんな土地取引おかしいじゃないかと思っていても、その間に委員会でこの首相は採決をされてしまっているということで、なかなか止めようがないというのが、まあ、事実であって、篠原さんがおっしゃったようになかなか難しいということを皆さんまずご理解をしていただきたいなと思います。で、先ほどもお話がありました通り、この法案なんでできたのかというと、やっぱり国というか安倍政権が進めている規制改革会議の、まあ、その考えに基づいて、多国籍企業が、まあ、有利に商売がしやすいようにするということがやっぱり根底にあるんだというふうに思います。そこに我が国が乗っていっていいのかということを本当に考えていかなければならないんじゃないかということを、もうこの市場だけじゃなくて、つくづく感じるところです。まあ、TPP はトランプ大統領が出てきたおかげで、まあ、とりあえず頓挫しておりますけれども、そうだとしてもやっぱりこういう法律が一つ一つ積み上げられていくことによって、まあ、著作権法もそうですよね、積み上げられていくことによって、結局TPP に参加をしなくても、 TPP が発行しなくても、事実上あそこで狙っていたようなことがこの国で行われることになってしまいかねない、そういう危機感を、我々持たなければならないんじゃないかというふうに思います。なかなかですね、この種子法のこととか農業のこの種の問題とか普通の国民の人に浸透していないので、やっぱりこういう運動をもっと大きくしていってですね、少しやはり国民の食に対する意識というのを高めていかないといけないんじゃないかというふうに思います。まあ、私も家の中でね、遺伝子組み換えの作物が使っているようなものを買っちゃダメだよとかいろいろ言ってるんですよ。それではこの前ね、家に帰って、たまたま冷蔵庫に納豆が入ってて、納豆を見てたら女房が横でふっと来て、何て言ったかというと、いろんな種類の納豆あるんだけど、これしか国産のがなかったんだよねと、あと全部カナダか米国産だったんだよねと、やっとうちの女房も産地確認して物買ってくれるようになったなということで、本当にある意味 TPP とかやってくれたおかげで、そういう意識を持つ人が出てきたんじゃないかと思いますが、まあ、それをもっともっと広めていって、この国の食をきちんと守っていきたいというふうに思います。まあ、2日前ですかね、
道徳の決定の問題が新聞出てましたよね。皆さんあれ見ておかしいと思いませんでした？パン屋を和菓子に変えないと、和菓子屋さんに変えないとね、日本の国や郷土を愛する態度を養うことにならないと、だからパン屋じゃなくて、和菓子屋に変えろと一方で言っといて、日本の国が守ってきたこういう種を外国のモンサントのような会社に譲り渡すようなことをやっていると、本当に矛盾しているなというふうにあのニュースを見て、感じた次第であります。まあ、とにかくこれを止めるためには安倍政権を終わらせなければならないと思います。この法律を止める唯一の方法は解散に追い込んで廃案にすることだというふうに思いますので、森友問題をもっと盛り上げて安倍政権追及して、追い詰めていきたいというふうに思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。社民党参議院議員福島みずほです。種子法の、廃止法案廃止をするということに関してこんなに満席でたくさんの皆さんが集まられていることに心から敬意を表します。社民党もこの間農水省を呼んで交渉というか話し合いをいたしました。なぜ種子法を、全面的に廃止するのか、そして民間と一緒にやろうとしているのか、廃止をした後どうしようとしているのか、あるいは極めて問題があるんではないかということで全くその納得いくような答えは出ませんでした。種子法の廃止にもう全面的に本当に反対です。でこれはそれぞれの地域でていうか、あるいは、まあ、さっきもすごく丁寧な話がありましたが、その地域でこうやってきたことで、私はやっぱりこれモンサントとか外資やいろんなところが日本の種を取っちゃうというかですね、ということが起こりうると思います。そしてこの間も消費者特別委員会で、まあ、ネオニコチノイド農薬や遺伝子組み換え食品の表示、そもそも遺伝子組み換え食品の問題について質問をしました。とするとこれからさらに、まあ、遺伝子組み換え食品を納豆醤油など、食べているのは最も日本人だとか、まあ、遺伝子組み換え食品を実はとても世界の中で消費しているのは日本じゃないかと言われておりますが、まさに、そういう多国籍企業の遺伝子組み換え食品をはじめとした種子がもっと日本の中で蔓延をしていく、それを止められない、今残念ながらというか農水省厚労省は遺伝子組み換え食品のという立場ではありません。まあ、表示をもっとやれなんていうことは国会で私たちは一生懸命質問しているんですが、この種子法の廃止がまさに TPP のなんていうかまた再来というかですね、日本の農業を種子を、まあ、世界に売り飛ばしてしまうというものだというふうに思っています。みそほの国とかみそほの国の小学院とか言いながら全然みそほの国を守ろうとしないことにみそほの怒りの種というのはあるんですが、まあ、この種子法もっともっと国会の中でですね、これ大事な問題だと、本当に TPP 反対ってあれだけ盛り上がってやったわけで、これ実は TPP と関係があるし多国籍企業のためで今農水省がこんなことを本当に廃止と踏み切るのはおかしいという声をたくさん上げて、みずほの国を守りたいと思うみずほでした。頑張ります。ありがとうございます。先ほど4人の方にお話しいただきましたことも含めまして、質疑応答あと意見交換の時間をしたいと思います。お時間ちょっと押してしまってもう5時に なりそうなんですけれども、もしよろしければ挙手していただいて。質問じゃないんですけど、私は島根県から来ました。名前を種まきよと言いますけど、自分が作った無農薬米を1万人の人にまくために旅をしてます。で今5000人まで行きました。でこの会があるってことを2日ぐらい前に埼玉の小川町の下里農場で行きましてやってきました。種の種類は、ハッピーヒルって言うんですけど、福岡正信さんの種を育てました。でそれがちょっと尽きて、で今は同じハッピーヒルなんですけど、福岡さんのお孫さんが作ってるやつを
愛媛県からいただきまして、それを配ってます。でもし興味のある方がおられれば私お渡ししますので、100人分ほど用意してますので遠慮なくと、ということです。はい、ありがとうございます。じゃあちょうど終わってから金さんのところにぜひいらっしゃってください。そういたしましたら、他に質問、意見等ございませんでしょうか。はい、あ、こちらの前の、いろいろお話ありがとうございました。高知から来た藤田というものなんですが、高知に行ってまだそんなに間がないんですけれども、JA さん、高知の JA さんの方にやっぱりこの種子法の問題にもうちょっと声を上げてほしいっていう気がしているんですが、 JA さんに対してどういうアタックをしたらいいのかがわからないので、どういう風JA が来られた方がいらっしゃったので、どこに伺ったらいいのかだけ教えていただけないかと思いました。はい、これは八木岡さんに。はい、各県にですね、今日も茨城から一緒に来てるんですけども、各県にはですね、農協中央会っていうのがございます。そこが窓口といいますか、そこにお話をされると多分全農に行く話であったり、まあ、どこに行く話かをきちんと振っていただいたり、教えていただけると思うんで、ぜひ各県にあります農協中央会というところに、をお尋ねになれば。はい、そうですね、そこにやればどういうところが窓口になっているか全部教えてくれるし、例えば短距離、我々の水戸だったら水戸にその話は一番近いんじゃないですかなんて話をいただけると思いますんで、今日は2人来てるんですけども、これは茨城の中央会。はい、はい、ありがとうございます。高知県も今日来ました、ジョン・ノーです。社団法人シーズ・ワイフのジョン。皆さん一つの質問出したいです。よく考えてください。種は誰のもの？人のものじゃない、会社のものじゃない、国のものじゃない、次の世代のものだと思います。だから今日の話は素晴らしいけど、一番大切な話まだ話してない。その守りのシステム、みんな次の世代の守りのシステムは何でしょう。今ないです。人の守りシステムあります、会社の守りシステムあります、国の守りシステムありますけど、次の世代の守りシステムないです。今30年前日本人ジョイとクリエイティブコモンズシステム作りました。テクノロジーの守りのシステム、みんなのために作ったのシステム。この部屋の空気は誰のもの？だからそういうシステム作りましょう。絶対シーズンライフ、今年はそういうシステム出します。ぜひ考えてください。もし興味ある使ってください。次の世代のためには私たち今日集まりました。よろしくお願いします。今いろんな行おうとしている農業政策っていうのは、例えばその国連食糧農業機関とか国際保健機構とか国連貿易開発会議が主張しているものと真逆、逆行しています。まあ、具体的にはそういった組織がその主張しているのは、農薬や遺伝子組み換え食品にも含まれている環境ホルモンは人間野生生物に対する世界的脅威である。それからそのモノカルチャーによって、まあ、生態系や人間をも脅威に追い込んでいくんだということで、その遺伝子組み換えというものをその否定しています。で自然なものに変えろという主張をしています。そういったものをその主張しているその機関に対して、日本が何かしら その働きかけでこの状況を少しでも改善するようなことは考えられないんだろうかっ
ていうふうに思ってます。そのシステム的なこととかテクノロジーのことに関してはうまくは分からないんですけども、まあ、意思があれば何かしらの働き方ができるんじゃないかというふうに期待しています。あともう一点、全然関係ないんですけど、その遺伝子組み換えに関してその仕組みが、まあ、そのグリフサードとかそれから枯葉剤の主成分とかが入っている主成分などをその種子の中に組み込むっていうこと以外に何か特徴的なことが、まあ、あるかと思うんですけども、その技術的なところをちょっと教えていただければと思います。まあ、遺伝子組み換えの問題を議論するのがこの集会の目的ではなかったと思うんですけども、もちろん全く無関係ではないんですけどね。その、まあ、遺伝子組み換えでもいろんな品種が開発されてますし、単に除草剤耐性だけじゃなく害虫抵抗性もあれば、まあ、これもまた別途議論になってますけども、ゴールデンライスのように基本性を高めた品種でもあります。ただ、まあ、その私も技術者ではありませんし、その技術遺伝子を組み換えることによってどういう問題を受けるのかというのは、それは、また別途きちんと議論しないといけないことかと思います。ただ問題は先ほどからいろんな方が指摘されてますけども、そういう技術開発が目指そうとしているものが、決して世界の食料問題、環境問題を、解決するということ、まあ、そういうふうに標榜をしておりますけども、そうじゃない方向に向かっている、そこがおそらく問題だろうと思いますし、そのことによって今の農業の在り方、食料の在り方が、どんどんと作り変えられていく、その問題を、きちんと見ておく必要があると思います。一つ一つの技術については専門家の間でもさまざまな議論があるわけですし、それだけで議論すると、なかなか前に向かないと思います。そうじゃなくて、それを取り巻く今の農業食料システム全体の問題を、きちんと見ておく必要があると思います。この種子が、どんどんとそのビジネスに囲い込まれているというものもそういうものの一環だというふうに捉えるべきだろうと思います。滋賀県から参りました秀明自然農法ネットワークの中本と申します。よろしくお願いいたします。先ほどご発言になられた方、外国の方ですね、非常に発言に心を打たれました。ありがとうございます。本当に私たち日本人が私たち日本人としての心を、今一つ、取り戻さなければならない時期に、来ているのではないかなということを感じさせていただきました。先祖代々から、作物を育て、種を取り植えてきたごく当たり前の営みが、当たり前でなくなってきている、それは一体何なのかということを今一つ考えていかなければいけないのではないかと思っています。まあ、それはやり方であったり技術的なものだったりではなくて、本当に私たち、人間としての、一人一人の心の貧しさから来ているではないでしょうか。利益を追求したり、自分だけが良いと、自分たちの会社だけが良ければ良いと、そういう考え方が日本だけでなく世界に広がってきて、それが当たり前になっているんじゃないでしょうか。でそういった気が本当にこう、今のお話を聞かせていただいて感じさせていただきました。人間としての心の在り方、私たちは私たちの心の在り方がどうなのか、もう一度見つめ直す、そういった時期に来ているように感じます。またそういった面でもお話し合いができればと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。他に、はい、どうぞ。神奈川県伊勢原市から参りまして石川と申します。ちょっとこの回とはちょっと話が広がるかもしれないんですけど、主要穀物以外の種について、もうかなり民間 その大会社とかその他入っているというか、大きな公がやってないというような形だというふうに伺ってたんですけど、一つはそれについてその民この主要穀物以外の種 その状況については分かる資料とか本とかあれば紹介していただきたいっていう、これはこの場だけで全て分からないと思うんで、
教えていただける方がいたらそれを教えていただきたいというのが一つと、もう一つはアメリカの方でそういう自分で種を取っていくということを食品近代安全近代化法とかなんとかっていうので禁止されてるっていう話を聞いたことあるんですけれど、そういうことがあるのかどうか、あるいはそれが日本に及んで日本でもまた自分で種が取っていくことを、まあ、違法行為として禁止されるっていう方向が今後あり得るのかっていう、その2点についてちょっとお伺いしたいんですが。はい、ありがとうございます。これはどなたに、先生にお答えいただき、はい、佐野先生にお答えいただきます。野菜、まあ、いずれにしても種についてまとまった本というのはそんなないと思いますので、野菜については自家採取に取り組んでられる方々の書いた本とか資料というのは出版されていますけれども、全体像が分かる本は、私が知る限りあまりない、私が書けばいいんですけども、そういう時間が許されなくてできます。ただ野菜はもちろん昔から徳の岡由来の、各地域に存在した種会社が各地域のさまざまな品種を作ってきた、今でもそうです。ただそういう中でも一部坂田の種とか滝井種業のような大手の出資会社、まあ、彼ら自身がもう多国籍企業なので日本だけじゃなくて世界中で種を、生産し販売をしています。でただまあそういう企業以外にも野菜の品種によっては本当にあまり他では聞いたことないような種専門の会社が、その作物の種専門の会社が未だに頑張っているというところはあります。日本の野菜の種苗というのはそういう状況です。ただ冒頭ありましたけれども野菜の種の自給率というのは、10%、まず正確な統計がないので誰も分からないんですけれども、10% 前後だろうというふうに言われています。ただそれは必ずしもじゃあその海外の例えばモンサントや新天体のような多国籍企業が作った、種を直そのまま輸入しているということを意味しているわけではなくて、実はこれ種会社もやむにやまれず海外で採取をしているという状況も一方であります。他方で戦略的にやはりリスク管理の側面があるので、なるべく採取地を分散させるという意味も他方であります。ただだけども種会社としてはできれば知的財産権の管理という点でもそれから本当にいざという時のことを考えても近場で種を取れるに越したことないんだけども、お米の話で先ほどありましたけども採取農家の高齢化、やはり技術ノウハウが必要ですし、なかなか高齢化をしていくと難しくなる。じゃあ後継ぎがいるかというと、なかなか難しい。それは日本の農業全体の状況を反映しているといます。でそういう中で採取地が、国内でもいろんなところにありました。例えば津波の被害を受けましたけど宮城県の松島なんかもその採取地の一つでしたし、丹後地方、京都で言えば丹後地方なんかも野菜の採取地の一つでした。でそういうところで、どんどんこう、高齢化をして、担い手がいなくなっていく中で、海外に数を見出すという側面もあるので、なかなか結構いろんな状況が重なって今の9割近く輸入しているということになっています。ただそれは日本の種会社が海外で採取したものを輸入をしているということを含んで、相当分含んでいるので、例えば京都の話ばかりなんですけど、京野菜でもイタリア産の京野菜の種というのがあるわけですね。でそれはだけども日本のあるいは地域の種会社が採取しているもの、海外で採取しているものを含んでいるわけです。でそういうちょっとなかなか複雑なところがあるし、正確な統計というのも存在しないので、見えづらいのかなと思います。それからアメリカで確かにそういう動きがあります。でこれまで各地で種を、図書館みたいにしてシードライブラリーみたいな取り組みというのが各地であって、でそういうのが、州によっては維持をしているけども州によってはそれを違法化をすると、いうような動きがあります。で連邦政府のレベルでどうなっているかというのはちょっと私も調べたことあるんですけども、今ちょっと手元にすぐに出てこないんですが、動きはあるのは確かです。で
まあ、これもあの種苗法、まあ、日本あの世界的なあのユコールっていうのがあって、その、 あの91年に改正されたものが、育種者権を相当強化をし、それまでは農民の、自家採集であるとか、試験研究や育種、さらに新しいものを作るという時にはあのそれはまあ除外をされていたものまで、育種者権の対象にどんどんしていく。でさらにそのプラスアルファということで、あの育種者権の権利を強めていくような動きが世界中で今あります。で、まあ、日本で今後どうなっていくのかというのはこれはあのきちんとあのウォッチングしていかないといけないことかと思いますけれども、まあ、日本も種苗法がこの間、改正をされて育種者権が強化をされておりますので、注意していく必要があるし、それ先ほどあの農民連の方があの言われていましたけども、じゃあこの種子法廃止によっての代わりにその種苗法で、カバーできるとかカバーするということのもう一つの意味というのをそこに、見出すとすればやはり警戒をする必要があるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。フリーのカメラマンで、今の若い世代に食の大事さとかを、伝えたいなと思って映画とかを撮影しているものです。今日は東京の方が茨城県の方がいらっしゃっているのでぜひ教えていただきたいんですけど、先ほどの給食とかにお米をあの提供して 40% っていう話がありまして、一つお聞きしたいのが、例えば今の生産システムとか流通システムを整えたら、食料自給率が 80% とか 90% とかそういう町とか、地域っていうものが作れるものなんでしょうか。そこを教えていただきたいと思います。僕の夢はどうしてもその町とか地域がここが食料自給率が 90% なんだよっていうところを撮影したいっていうのが一つの夢なので、そういうものができるのかぜひ教えてください。はい、水戸の場合先ほど言いましたようにお米を含めてですね、今 40% 強なんですね。 40% 超えたところで目指すのが 50% なんです。で、今のご質問で言いますと、どっか一箇所の学校とかそういうのを特化してですねやれば、例えば調味料とかそれは別にしてですね、野菜とそれからお米とかそういうものに特化してやれば、その部分は上がると思います。しかし学校給食難しいのは、例えば水戸の場合ですね、小学校と中学校で50校近くあるんですね。それで8時30分に納めてくださいって、まあ、お米なんか別なんですけども、野菜を納めてくれって言われても一度に行けるのが、まあ、8校とかその何便も作ればいいんですけども、なかなかその辺がデリバリーが難しいっていうのと、それから生産者がやっぱり高齢化してて、その朝早いのなんか意外と大丈夫なんですけども、それをきちんと学校へ届けるっていうのがちょっと難しいところがありまして、例えば人参とかじゃがいも玉ねぎみたいなのは前の日の夕方までに納めといて、それを次の日使ってもらうとか、そういうこう本当に、鮮度のものを言うものと、それから定番のものっていうのをこう分けるとかいうのがまずできるかということ、それからもう一つ言えばこれはまだうちの方でもなかなかでききってないんですけども、例えばキャベツを使うっていう時に芯を抜いて使いやすくしてくれとかっていう要望もありますんで、そういうのをやって、例えば、パイロット的にどっかの学校を例えば 70% の学校を作りましょう。特に自校式でないといけないんで、センター方式ではなかなか難しいもんですから、その辺を特化してやって、それを取っかかりにして自校式を増やしていくとか、それからあとは給食費の問題もあろうかと思うんですね。でその辺をどういうふうにクリアするかによっては絶対無理とは言わないで、逆に 50% 以上を目指したいなと。ありがとうございます。また撮影させてください。本当はい、説明をさせていただきたいことがありまして、すみません、自分から説明が入ってなかったんですが、資料の中で種子法廃止と種子保存の現状というのが丸一丸一個入ったんですけど、これは現場の声を聞こうという期待ということで、兵庫県の、この育種の専門の、まあ、仕事されたり、まあ現職だった方の動きですけど、その方からの声を同じ兵庫県の税友協のメンバーの本野さんが聞いてい
くれたの で、それを挟んでおきました。まあ、本当にこの場で、発言をしていただきたいと思ったんですけど、まあ、ちょっとここには来れないので、ただ、この一応コメントを載せるということは許可いただいて、お名前を出してもらっているので、変更させていただきました。ちょっと説明がないのですみません。これも皆さん、読んでいただければと思います。はい。すみません、ちょっとお時間の方がだいぶ押してきましたので、ちょっと今日は本当に全国各地から大変多くの方々に本当に来ていただいてありがたいと思っております。で、久野先生も本当にいい話で、組合長も実際の苗場の現場からの話で、実際にまあ私どもちょっと感じたのは、言ってみれば米の種もみ、コシヒカリ、今1キロ400円なんですけど、稲葉さんの話だと5倍から10倍なんで、10アールあたり 3.5 キロ必要だとなったら、農家の負担は、今でも他の農水大臣の時、米の生産原価ってのは、まあ、60キロあたり1万5千円なんです、全国平均で。で、そして考えると、非常に大変なことになりそうだなということが一つで、もう一つは国全体が、佐野先生のお話でもありましたように、国全体で今まで公的に管理しておった種子で、アメリカもカナダもほとんど公的種子が穀物においては 60% からそれぐらいで回っているの中で、これから国が公的管理をやめたらどうなるかと、種苗法で守れるのかと。種苗法は言ってみれば特許法、特許とか商標登録みたいな法律であって、で、これで本当に公的な品種を守っていくってことはできないと思います。で、そうなるといよいよやっぱり大変なことになるんじゃないかな。で、これが今週衆議院を本会議で通って、来週参議院に回される。で、参議院で審議が始まるということになると、これは容易ならないことだなとそう思います。で、まあこうして考えますと、今日篠原議員とか多くの議員の先生方も月曜日でしたが顔出していただきました。やはり議員立法でもいいから、その種子法に代わるような法律を一つ提案していただくことが必要なんじゃないかなという気もいたしました。で、そんな中で一ついろいろ考えまして、実は今度の4月の10日参議院での法案が間に合うかどうか分かりませんが、もう一度この種子法において、今度は全英の皆さん方にも、実際農業団体の皆さん方にもぜひ参加していただきながら、日本の、まあ、これからの農業のことも含めて一つ勉強会やりたいと思ってます。で、4月の10日2時から12時で、参議院の議員会館の101号室です。これ皆さんにお配りしてると思います。で、その時にちょっと皆さんにこれだけ集まっていただいたのでお分かりしたいんですが、非常に大変大事な問題だと思うので、そのちょっと2時間前12時ぐらいから一つ参議院の会館まで前に、希望者だけで結構ですが集まって、一つ種子法は大変だと、参議院で通すなというコールを上げれればなと考えてますが、皆さんどうでしょうか。まあ、私の思いつきで今話したところで事務局にも諮ってないんですけども、一つみんなで何らかの声をここで国会に上げたいなと思いますし、で、実際この種子法、水道法もそうですけど、どうしてこうなったかというと、2013年にTPP 交渉参加するとき、このときに実は安倍さんが訪米して、そして日米平行協議というのが設けられました。そのときの交換文書が残っています。
で日米の間でどのような交換文書があるというと、いわゆるアメリカ日本政府はアメリカの外資あの資本家多国籍企業、例えばモンサントとかそういったところの、 意向を聞いて各省庁、日本の省庁です、各省庁にそれを検討させ、その必要なものについては規制改革会議に付託すると。で日本政府は規制改革会議から付託された内容についてそれの実現を図るというふうになっているんです。独立国じゃないと思うんですけども、でこの規制改革会議の提案が言ってみれば農業潰しだと私は思うんですけども、いわゆる農業潰し、農業潰しということになってきている。でこれもともと言ってみればこの日米平行協議に基づくものは水道法でもしかり、どん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 ここで進められてきているってこと、これ容易ならないことで、言ってみれば TPP はまあ、 トランプのおかげで飛んでったけど、でもとんでもないことが実際には日本では TPP の内容が今実現されつつあるということを一つみんなでこうみんなで知って頑張っていかなきゃいけないと思っております。ちょっと一言私から連絡でしたけど、ちょっとコメントみたいな話をさせていただきました。で、TPP の共同アクション会議においてもこの11月4月10日のもし行動をやるとしたら皆さん実行委員会に諮って幅広く農業団体にもいろんなところで一つこういう日本の穀物の趣旨を守る運動をこれからだと思いますので一つ頑張りたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございます。はい、今のお話多分お手元にこの用紙皆さんお持ちでしょうか。もしもしかしたら数がちょっと足りなくてお手元に行っていない方もいるかとは思いますけれども、もう一度繰り返させていただきますと、4月10日月曜日、14時から参議院会館の101会議室で、もう一度またこう意見交換会と講演会を開く予定であります。でその前の、急に山田先生から急に12時からその前に参議院会館でアクションをしましょうというお話が、はい、今ありましたということです。はい、ありがとうございます。そういたしましたらもう時間も皆さんあれですので、最後におかげさまで250人以上の方にご参加いただけたようです。どうもありがとうございます。はい、そういたしましたら最後になりましたが、金子義典全国有機農業推進協議会理事長に、ご挨拶、閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。はい、今日の呼びかけ人の一人、全国有機農業推進協議会の金子義典でございます。まあ有機農業ってのは依存しない農業なんですね。化学肥料の代わりに自ら土を作り、農薬を拒否するあらゆる技術を学び、直接消費者と提携してですね、エネルギーも自給して 自立する農業です。で今日の皆さんの話を聞きまして、有機農業にしろ炭鉱農業にしろ種の自給ということはね、農民の自立の問題なんですよね。それで食料の自立はやっぱり国民の自立の問題です。農業にしろ種子にしろ本当に今日集まっていただいた皆さんで緩く結束しながら本当に食料自給、種の自給を同時に叶えつつ、国民の自立、日本の食料自給自足っていう方向に、歩める第一歩とできればいいなと思います。そしてジョン・ムーアさん参加してみましたけど、やっぱり未来の命を守る、仕事だと思います。今日の集会非常に良かったなと思います。ぜひまたいろいろ種を守る有志の会員でご提案しましますけど、あまり気を使わないで楽しく、日本の中心を保っていくための経
結束につながっているなというのは本当に今日は長時間ありがとうございました。